めぐろです。おはようございます。おはようございます。おはよう、いいねこれ。めぐちゃんのタイトルコールのテンションがすごく好きでめぐろでーって感じです。その後のおはようございますおはようございますね、あ、下町な感じよ。最近はよろしく、カラッと元気に、うん、元気とも言いますけどそうだね、そうだね、はい、師走ですね、あっという間でございます。皆さんの歩くスピードがね、なんか速いような気がしますけれども、そうだね、そうだね、この時間だけは私もゆったりと、うん、お送りしたいですけど、12月でね、実はメグロディね、終わっちゃうんですよ、うん、あら寂しい、寂しい、ね、けど、あの、本当半年間ね、あのレインボータウン FM クリスタルスタイルということで、はい、なんか夏からね、タタタタタって来て、この冬に来て、うん、みんなとなんか10年ぐらいね、お友達だったような気がして、さっきもあのディレクターの方とかね、うん、打ち合わせも15分ですもん、そう、私は私だ、これとこれね、すごいよね。はい、なんかそんなスタイルばっかりで私方々で仕事してますけれども、あの今月もね、はい、あやこちゃんと道枝さんと楽しんでいきたいと思います、はい、よろしくお願いします。そして宣伝から大事大事毎回宣伝から、実はですね、今月特別に冬季のあのワークショップということで、なんと美顔エステヨガというのを開催します。12月16日、すでにもうご予約いただいてるんですけれども、講師が美香村岡といって、美香凛って呼んでるんですけど、美香凛が美顔ヨガ、もともとエステティシャンなんですよ。へえ。でエステを最後にしながら、でこの間ヨガの資格を取ったということで、方々でまたこのね、実は私と同い年、ミカリン、しかも高校生と中学生のお母さん、この写真綺麗でしょ、うん、これより綺麗、あ、そう写真より綺麗っていうのがね、すごいですね、彼女は。で、もともとは大阪パフォーマンスドールの一員だったので、あ、そうなのね、で私と一緒にフラのチームもやってます。あらあらあら、そうなの、だからフラをやって、ヨガをやって、エステをやって、本当に美しいことに全てをかけてね、貪欲にね、貪欲になさってらっしゃるのね。そう、子供たちがね、もう留学しちゃって、本当自分の時間を、本当自分の美しさのためと、そしてこのね、笑顔がまた元気もらえるんです。で、京女、京都の女強いんだ、また優しくて、で、あの、そんなパワーをね、もらいたい。あとはもう今年1年の疲れを自分でヨガをしながらリフレッシュ、さらには、エステ、美顔エステもね、最後に受けれますので、うん、なんとそれでね、講座料が3000円、お昼間なんですけれども、水曜日の昼1時から2時15分という時間帯でやっております。ご興味のある方はお問い合わせください。03-5634-4434、ジャムスタジオで検索していただいて、メールをいただいても大丈夫です。美顔エステ、もうこれ念願のヨガなんです。ヨガね、ずっとお休みしてて3年くらいやれてなかったんですね、うん、前のヨガの先生が実はタイマッサージに目覚めてしまって、タイマッサージ あのエステを開くということで、あのヨガなくなっちゃったんですけど、今度逆にエステティシャンがヨガを持ってきてくれたっていうね、なんかさ、全部そこってつながってるのね。そうなんです ね、あのやっぱね、ヨガいいなって言われる方、ヨガスタジオもたくさんあるんですけれども、あの本当に気軽にね、ヨガを一回体験で受けてみたいという方にすごくおすすめの、ワークショップです。ミカリンがね、本当この人ね、触れ合うとこう笑顔になる。目黒、スタジオでそういうね、奈良先生にしても、ね、普段の先生にしてもね、パワーがあるんですよね、うちに秘めた皆さんね、あのぜひ年末ですから、ちょっと疲れをね、リフレッシュしに来ていただきたいと思います。ぜひぜひ、はい、はいはい、お願いします、はい、そして念願のガールズヒップホップもスタートいたします。あ、これはね、そうじゃない、そうなの、あのヒップホップの流れでめぐみ先生にやっていただくんですけど、うん、今ねちょうど稼働してはいるんです、うん、かっこいい、本当にかっこいいし、かわいいしで、あの、あんまりね、小さい子にガールズヒップホップは私は踊ってほしいなと思わないので、うん、小学校高学年から中学生と高校生、そして成人の方もね、うん、あの経験者であればものすごくかっこよく踊っていただけると思います。本当、振り付けがね、
最高に今ホリプロの仕事とかも受け負って、あのいろんなアイドルの振り付けをやってるんですけども、とっても多忙なんですが、めぐみ先生ね、そうなの、めぐみ先生、めぐ先生、めぐ先生のややこしいって子供たちが騒いでますけど、本当にあのこの人もズバ抜けで明るくて、あのとってもキュートで、でパワーがある、やっぱりね若い20代前半ってね、あのさっきうちに秘めたパワーって言いますけど、もううちに秘めなくてもうさ、そうなんだよ、あやまちゃんさ、いいよこれ、いやこれでもちょっと待って質問、ガールズってさ何歳までなの、ただずっとここはガールズじゃないんですか、自称ガールズでいいのよかったみちなでもちょっとあのストレッチは長くやらないと怪我するよねそっか、まあ、あやこちゃんおすすめの体験に来ていらしてください、ね、ヒップホップはやったことあるんですけど、そうそう、ガールズヒップホップはやったことないので、ガールズはかっこいいよ、ね、基本は一緒なので、ね、違うのそこ、うん、ちょっと、ね、ちょっとセクシーな踊りが多いです、セクシーな感じの、だからゴリゴリのヒップホップっていうよりは、どっちかというと韓流の子たちがやってるような割とセクシーな、踊りを習うことができます、いいじゃない、そうなの、ちょっと体験で、あのね、そう、ポロッと電話ちょうだい、そしたらあのぜひポロッと電話これはするそういうあれなの、あ、月3回火曜日だね、火曜日の夜なんですけど、月3回お電車がない、土年下町価格6,000円、これもっと先生たちに泣いていただいてますけど、ここはね、断固として私は譲れないの、あの続けていただけるお値段になっております、で本当あの中学生高校生ね、ワイワイ来てくれると嬉しいなと思って、あのめぐ母ちゃんが待ってますっていう感じでやっていますので、はい、お願いします、あとはママ応援クラスですね、私が今一押しは、火曜の10時から11時のママフラでエクササイズ、ここに生徒さんいらっしゃってるんですけど、ここが増えたらいいなと、で、1回1000円なの、月3000円です、これ破格だよね、そうなの、でもね私が、娘が小さかった時に気軽にやれるフラクラスとか気軽にやれるエクササイズってなかったんですよね、そうだよね、子供をわざわざ預けてって言うとやっぱりどっかね気が遊ぶんだし、連れてってもめんどくさい、集中できないしね、そうなの、そうだよね、で、みんなママでみんな子供連れてくるから気軽に本当に受けてほしいし、自由なスタイルランチ1回と思ってね、体を動かして汗をかいてで、ね、気持ちいいって言って帰ってくれるんです、いいね、そう、その週本当月3回だから、週1回はねゆっくりすることができますので、無理なくそして楽しくで汗をかくことはすごく大事で、すっきりしますから、ママ応援クラスということでママフラでエクササイズ、火曜の10時から11時ぜひお問い合わせください、はい、はい、盛りだくさんでございましたが、はい、宣伝はこの辺にして、はい、こないだ昭和歌謡の話をしていたので、東京ハワイの中から1曲、これ結構代表作で、録音の時から太田さんのファンがいらっしゃるぐらいね、メグの木綿のハンカチーフいいよねということで聴いてください、東京ハワイから木綿のハンカチーフ、あと2秒、あー、じゃあまたいいよね、最近涙ぐんじゃう。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 元気？オリジナル気？いやすごい。いやすごい。マスマンがたまたまディレクターに。こういう風向とかで出してるんですけど、結構でっかいスタジオで撮ってて、ミオ君とか、あとあと、結構ミオさん。で、その後にみんな残ってて、災害だったって。みんなそれを聞きながら酒を飲んでました。やろうじゃん、はい、歌もね、あ、あれちゃんとフォローして、は
はい、こんな曲もね歌ったりしております。東京ハワイです。いいじゃん。なんかねアマゾンとかでも出てるみたいで、うん、あのフォーライフレコードからのこれがデビューアルバムになります、うん。でハワイアンハワイアンっていうんですけど、ハワイは常夏ですけど実は山の上でスキーができて、うん、海に泳ぎに行くことができるそんな島なんですね、うん。ハワイ島なんかはあの雪が降ります、うん。でポリアフとか雪のまつわるあの女神様とかもいてね、そんな島でございます、うん。ということでハワイアンクリスマスソングを歌って帰りたいと思います。はい、メグのウクレレ聞かないと終わらない朝からねメレカリキマカっていうのがハワイ語でメリークリスマスのことですね。メレカリキマカを歌います。